はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あまたかのチョイスということで、私タカピーと、アマトと申します。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いしまはい、ということで今回も始まりました、あまたかのチョイスということで、す。はい。はい、じゃあ早速今回もテーマをチョイスして進めていくということでよろしいでしょうか。テーマチョイスの時間ですね。チョイスですよ。はい。はい、テーマはどんなのがあるんでしょうか。はい、前回まででピックアップしていないもので、いくつか、残っているものをお伝えすると、そう、私の中で一つ提案があって、はい、ちょっと前に挙げたテーマ、ちょっとしばらく使ってないテーマは一旦はちょっと横に置いといて、最近挙げたやつを使って、はい、さらにそこに足して使っていこうかなと、はい、思います。なのでちょっと中盤からになっちゃうんですが、はい、今回使おうかなと思っているテーマ候補たちですね、はい、それは前回のがまずありまして、前回までのかな、ね、強さ、はい、そして、勇気、はい、伝統、はい、和風、洋風、はい、光、はい、これにいくつか今回加えてみようかなと思います。わかりました、はい、加えていくシリーズ5個ですね、はい、1つ目が空気、はい、2つ目が主催、はい、3つ目が共催、はい、なるほど、はい、4つ目がラーメン、はい、5つ目が退屈、はい、まあ、こんな感じで、なるほど、行ってみようかなと思います、ね、はい、5つ加わりましたね、はい、改めてどうでしょうね、はい、今までのも見て、あとはその今回上がったのも見て、はい、今日これ行こうかなみたいなのはありますか。そうですね、ここどこ行こうか、そうですね、まあ、似たのもあるけどちょっと違うと思うんですよ、角度が。まあ確かにいくつか似てるのもあるけど、はい、ちょっと違うんじゃないかな。そうですね、ただね、このピックアップだとね、こう一つだけ変化が加わってるラーメンとか行きたくなるのもある。それじゃあ、それちょっと後で使おうかな思ってる。なるほど。このちょっとラーメンはまだ、マンネリ防止用の、マンネリ防止用のやつだからちょっとまだ残しておこうかな。なるほど、わかりました。じゃあちょっとラーメンは一旦ちょっと置いておきましょう。でもそうするとですよ、そうだな、まあ、ちょっと最初の方、まあ、前回までもピックアップしてた中だと、まあ、じゃあ例えば強さとか勇気とか、なるほど、まずはその辺かなと、うんうん、そうですね、どうでしょう、まあどっちも言ってもいいし、どっちかを言ってもいいですね。そうですね、じゃあ、まず一つじゃないですか、まず一つ、はい、そしたら強さいきましょうか。強さ、はい、テーマ1、強さ、強さで、はい、ですね、はい、はい、強さ、そうですね、強さ、どんな強さなんでしょう。まあそうですね、例えば、まあ、体の強さなのか、心の強さなのか、なるほど、はたまた他にはどんなのがありますかね。成分、お酒とか。ああ、なるほど、はい、そうですね、強さ、まあそうですね、体は正直強いかって言われるとどうかなという、なるほど、ちょっとこう誤解があるかもしれないですが、私そもそももともとは体はそんなに強くなくてですね、メンタルは鋼だけど体は鋼じゃない。いやいや、メンタルも豆腐メンタルって有名なんでちょっとそれは誤解が生じているとは思うんですが、まあ、それはちょっと見方によるところですね。まあまあ、何をもってそう言ってるんだろうなってちょっと気にはなるんですけど、まあまあ、じゃあ一旦も言っておきましょうか。お酒ありますね。お酒は正直強くはないですね。なるほど。2、3杯飲んで、まあその間にはもう顔は赤くなってるケースが多いかなぐらいの感じですね。だから強くはないだろうなと。なるほど。まあそんな感じ。あの基本的にはもろもろというか、それぞれ、体でも心でもそれ以外でも、
そうですね。まあ、体は強くないです。私の筋力のなさやばいですね。高校生になっても母親に腕相撲負けてましたからね。マジか。なるめちゃほど。めちゃ弱いです。まあまあ、でもね、まあその分っていうか、まあ心はむしろ強いというか、自分を持っているイメージがあるんで、なんかそういう意味ではこうね、体の分心がみたいなところがあるのかどうなのか分かりませんが。心はまあ強くありたいとは思ってますね。おお、なるほど。高ピーさんはなかなか心が強い方で、いまあ、高えピーさん知ってる方はもうよくご存知だと思うんいえ、いえ、そこの、なぜそう思われているのかというのが気になっているというお話を今、先ほどしたと思うんですが、どういうところが強いと。強いところ。そう、例えば、その結構その、まあ、私も高ピーさんも主催をして何か会を作る時があるんですけれども、そういった時に高ピーさんの選ぶ道がすごい険しく見えます。ほう。そっち行くんだ、なるほどな、みたいな。そこ行くのはなかなか心強くないとできないねっていう。例えば、ある程度成功が決まってそうな道もあります。例えば、まあ、一回やった人がいて、あ、これこんな感じでやるんだ、みたいな。ちょっとじゃあ自分なりのアレンジを加えてみようかなと。これは、まあ、成功確率が高めのルートまあまあ、そうですね。ですね。タカピーさんは、なんか誰もやったことがない、そもそもそこにどのくらい需要があるのかもわからない、という道に進むのがかなり好きそうに見えて、それはなかなか冒険者じゃないとやらないかな、おお、なるほど。というふうに、多分私だけじゃなくて、傍からは見えてます。なるほど。ああ、そうですか。そうですか、なるほど。いや、まあ、なんていうか、いや、でもこう、確かにこう、今までやったことないことをやってみるっていう、まあ、それも、まあ、ある意味、きっかけになるかなっていうのも思ってやるってるのもあるし、正直そういうのが好きなところも、まあ、あると思います。まあ、ただですよ、ただ新しいことだけど、でもそこに需要があるんじゃないかと思いながらやってはいなるほど、る需んで要すよ。はあると思っていそうて。ですよ。需要がなければやっぱりそのやってもしょうがないわけですから、そこの前提が多分ちょっと誤解を生んでるかなと思うんですけど。まあまあ、でもそうですね。なんか、まあ、誰かが、まあ、これ完全に個人的な考えですけど、誰かがやってて、自分がやる、まあできなくはないと思うんですけど、でも逆を言えば自分じゃない人でもできることなのかなっまていあまあ、そううかのももしれあっないですけど。て、まあ、そうなった時にあえて自分がかぶせてやる理由とかがあるかなっていうのをちょっと考えたりはするわけですよ。なるほど。まあ、もしかしたらその何か私がやってる回だからと思ってくださってる方もいるかもしれないので、まあ、必ずしもそうだと思い切らないんですけど、ただそれはそれとして、まあ他にも例えば同じ似たような企画をやっていることをやるんであれば、他にまだやってない企画をやった方が、まあ、なんとなくそこで興味も含めてこう個性にもつながるかなというのをちょっと考えていてですね、まあ、それで、まあ、うまくいってたかどうかと言われると、まあまあそれは時々ということにしておいていまあ、たうまだくいっければてと思いるんまじゃすけなど、いですかね。そうですか？私は最終的にはうまくいってると思う。なんでしょうね。まあでもポイントがもしあるとすれば、まあ、何やるとしても、まあ、やっぱ続けられるかどうかだというのは、継続が強さだと。そうですね。まあ、確かにそれも続けることは結構意志が強くないとできないことだったまあ実際イベントとかそういうもので考えると、まあ一つ何ていうかこうそのあたり何ていうか需要があるのかないのかって考えるときに、まあ実際どれぐらいの人が集まったかとか、まあまあそうですやっぱりね。ね、そういうものが、まあ何でしょうね、まあフィルターというか、まあね、基準とされている方も多いかなと思うんですけど、ただまあそれはそれとして、なんかもう私の中でって話ですけど、まあ、その中でも1人でも2人でも来てくださるんであれば、じゃあその方たちのために何ができるかっていう考え方をしたいなっていうのがあって、まあ、なんというかこう、まあ、来てくださった方の、そのこういうことがしたいっていう部分と、自分がこういう意図で会をやりましたっていうのが、まあ、場合によっては全く一緒かっていうと、そうではない時もあるわけですよね。
まあ、例えばで言うと、以前はその、まあ、初心者の方向けの英語会というか、伝説の英語ボロゲ会。伝説ではないとは思いますけど、まあ、その普段こう遊んでいるボードゲームを、あえてちょっと英語を使ってこう楽しんで英語を学ぶというか、触れるというか、そういう会をやってた時はあるんですけど、まあまあ、来てくださった方的には、まあ、結果的にその、まあ、ある会に関しては、まあ、英語じゃなくても楽しく遊べればいいなみたいな時もあったりとか、まあまあ、でも、それはそれで来てくださった方のニーズなので、まあ、であれば、まあ、その方がその場で、まあ、どれだけ楽しんでもらえるかっていうふうに、まあ、ちょっと調整をしてっていうふうにはやってたそんなつももん。りですけどね。なんかその強さっていう意味、まあ、まあちょっと心の強さ的な話になってますけど、タロピーさんにされてることは結構新しいことなんですよね。だからその他の人がやってないことをしていくよと。これは、まあ、タロピーさんはあんまり意識をされてないのかもしれないですけど、結構その他の人にはハードルが高い行動だったりするんですね。その要は不安が伴うんそうですね。ですよ。その成功する可能性が高いそのノウハウがないから、それはやっぱり怖いよって思う人がすごく多いのかなと。なんかその主催をしたいけどやらないみたいな人が結構いるように感じますね。そうですね。それは結構その不安、新しいことを始めることに対する不安があったりする。まあそのうまくいくかわからない、自分が受け入れてもらえるかもわからない、そういった不安を抱えたりすることがあって、まあ、それを踏み越えられているのはやはりタカビーさんの心の強さなのではないかなと私は思います。なるほど。ありがとうございます。まあ、そうですね。確かにその、そうなんです。やっぱり初めてやることって一番ハードルが高いし、その分不安に感じる要素も多いっていうのは私自身も思っていて、で、そう思うからこそ、誰かがやってみることで、例えばその、こういうことやってみたいけど、本当にできるかわからない不安だなっていうところを、代わりに誰かがポッと一回試しにでもやってみると、あ、例えば、あ、そういうことやってもいいんだとか、こういうやり方があるんだとか、それが、じゃあ自分はこういう例えば方法でやってみようとか、アレンジを加えたとしても、そのやってみたいと思う人にとって、こう少しでもこう助けというか、まあ、フォローになるんであれば、まあ、なんかそういう部分で、じゃあまず自分やってみようみたいなところもあったりはします。まず先に石橋を渡ってくれる存在。石橋なんですかね。石橋じゃないかもしれないですけど、いや、石ま橋って壊れにくいんですよ、本当あ、は。まあまあ、そうで本当すはよ。壊れにくいんですよ。もう壊れないだろうと思われてるけど、もしかしたら壊れるんじゃないかという不安と戦いながらまあまあ、そうですね。通るわけですね。まあ、でまあ、も一人行ったらいけるんちゃうかってみんないけると。そうですね。だからまあまあ、極端な言い方をすると、まあ、初めてやるから、逆に考えればダメでもしょうがないっていう考えああ、方なるもあるほかもど。しれないと思ってて、だからまあ、そういう意味では、こう石橋じゃないかもしれないけど、まあ、まず行ってみようと言っまあ、もうて、そもそも暗くて見えない。まあ、それによってこう、まあ、時にはね、橋が壊れてしまって、ちょっと怒ったりする時もあるのかなと思いますけど、まあ、でもそれによって、ああ、じゃあこの道は危険なんだということが分かれば、それはそれでいいんじゃないかと。一人怪我してますけどね。体を張りながらね それが強さと言われたら、もしかしたら、まあ、そういう要素にもつながってるかもしれないですね。なかなかそれをやりたいって人はあまりいないかもしれません。その先に行くぜみたいな。私は結構様子見ちゃうタイプですね。まず誰か渡って、あ、渡れる、よし渡ろうって2番目に渡りますね。この2番目に渡るというタイプです。で、おそらく、まあ、その最初の方にお話しされた、こう誰かがやっているから自分もこうやってみようって思う人の方が多分多いんじゃないかな。まあ、だからこそ、まあ、逆のタイプがいてもいいのかな。で、まあ、なんていうかこう、まあ、やっぱりなんていうか本当にできるかどうかってやってみないとわからないので、正直最初は全然そんなじゃなかったです。やっぱりその初めてやるっていう時にやっぱ不安に思っていたからこそ、高部先生にもそんなことが。そうですよ、もともとそう自分が感じていたからこそ、そのやっぱ初めの一歩が一番ハードルが高いから、そのハードルをどう下げるような機会を作っていけるかっていうのが、
その自分自身のテーマでもあると思っているので、だからこそ人に言うからこそやっぱ自分も新しいことをやっていく、まあ、必要があるのかなっていうのと、うん、そのなるほど、まあ、自分も、まあ、多分そういうのが好きなんだろうな、うん、実際初めてやるっていう時ってハードルが高いっていう要素も感じるかもしれないですけど、それとは同時にそのやってみたことによっての気づきや発見が一番多いのって初めてやる時なんだろうなって、まあ、そうですね、やったことないことやった方が何の予想もついてないから得るものも大きいのかなっていうのも含めて、なるべくやったことないことをやってみたいみたいなのは普段からもあるのかなと思ったりします、ね、うん、うん、そういう意味では初めての体験みたいなものになれることで自分で何かを企画してやるときももしかしたらその抵抗はちょっと少ないというか、やってみようって思えるようにつながるかもしれないな、うん、なんて思ったりしますね。なるほど、うん、新しいところに行くときの心の強さ、うん、新しいステージに行くとき、はい、まあ企画をやるのと違ってやっぱ初めての場所に行くとかはまあ結構ドキドキしたりはしますけどね。確かにそれもまあそうですね、心の強さ的な意味ではまあそういうのも結構不安だったり、その自分が何かを新しいこと、その例えば別に企画を作る以外のこと、そうですね、であったとしても心の強さだったりとか、うん、必要な部分があるのかな。そうですね、強さ、まあ自分自身で感じるものと他の人から見て多分印象が違うんだろうなとは思いはしますけど、でもまあまあ何かしらね、こう自分が何かをやることで、まあ、他の人が楽になることがあれば、じゃあまあできることはやりたいなと思ったりは、まあ、するので、まあそんなところから動いてるというかそんな感じですかね。あとはそのちょっと違うアプローチになるんですけど、はい、私が思う心の強さっていうのは、はい、あの他の人の価値観を受け入れれるのも結構強さなのかなと思ってて、はい、私自身結構我が強いタイプの人間だなと自分でも感じているんですけれども、はい、昔はその自分以外の考え方っていうのは基本的にはもう私が一番正しいと思って生きてたんですけれども、はい、その年を重ねる中で結構他の人にとっては他の人のその人自身の考えが一番正しいというかしっくりくるものなのかなと思い始めて、まあそれをそのまあむやみに否定せずにそういう考え方もあるんだと、この人はこんな風に思ってるんだなっていうので、あの違う多様な価値観を受け入れていくのも結構心の強さだったりとするのかなと、ちょっと徐々に思うようにはなりました。確かにそうですね、こう自分と違う考え方の人が出てきた時にこうなんていうんでしょうね、頭では分かってても心で素直に受け入れきれないみたいなところが、ね、あったりもするでしょうから、やっぱそこをこう受け入れられるっていうのは確かに強さでしょうね。そこはなんかまあ言い方を変えると、うん、その自分の意見を貫くことが強さだと昔は思っていたけれども、はい、実は貫いていくよりも受け入れることの方が難しい。他の人の考え方を受け入れる、受け入れるというのは自分がその考えに染まるというわけではなくて、はい、あくまで相手はこう考えているんだ、私はこう考えているんだっていうのを持っていて、はい、じゃあどうしようかな、はい、っていう感じのもので、自分の考え方をその相手にその相手と同じ考えにすることではないのかなと思っていて、こっちの方が実はエネルギーがいりそうだな、なるほど、思うんですね。なんかそのうまくいかないその人間関係の例を見ているとお互いの我が強く出すぎているというか、相手の考え方を認めない、あるいはその何でしょうね、まあ認めない以外にもその否定して潰そうとするとか、そういうのが結構多そうだなって思います。私自身もそういうところちょっとあると思うんですけれども、
なんかこう、お互いにもっと尊重できた方がいいのかなと、そっちの方が強いんじゃないかと思ったりしますね。なるほど。まあ、今の話を聞いてて少し、まあ、思ったこととしては、まあ、それぞれなんていうか多分人によって違う強さがあるのかなと思っていて、確かにその、まあ、実際自分の意見を、まあ、伝えるっていう伝えられるっていうのも一つの強さだと思っていて、はい、今天野さん言ったみたいにこう、まあ、いろんな人の意見を受け入れるのもまた一つの強さだろうなと、うん、これ結構その聞き役になるタイプの人っていうのも中にはいると思うんですけど、うん、まあ、その人の中にはもしかしたら自分の意見を言うのが逆に苦手な人もいるかもしれない。そうですね、それもあるかもしれません。なのでそれぞれの強さがあるんだけど、うん、まあ、そのなんて言うんでしょうね、片方の要素だけでなくそれもバランスよくこう自分でこう、うん、なんでしょうね、受け入れるのもこう伝えるのも出てきてくると、まあ、本当にバランスのいいなんか人間ができてくるというと、うん、あれかもしれないですけど、でもそういう風になっていくのかななんて思ったりします。確かにそうですね、私は多分その言う側の人間なんですよ、うんうんうん、どちらかというと自分の意見は言う、はい、だからどちらかというと聞く能力に乏しいところがあるのかなと。ほう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 。で逆の人もいると思います。例えば、はい、聞くのは得意だけど自分の意見を述べるのは苦手だよとか、そういう人は私とは逆の方向でその自分を見直した方がうまくいくかもしれません。私と似たタイプの人は私と同じような感じで、なんかバランスよくしていこうかなっていうふうになるといいのかもしれません。まあそうですね。なのでこう、まあ、苦手と思うところをこう克服しようとするのもそうだし、まあ、逆に得意だと思っていることを生かすっていう、まあ、考え方もね、それぞれあると思いますし、やっぱなんかそういう意味でもこうなんていうのかこう、まあそのいろんな意見も含めて、ちょっと今あんまり最後まで、ちょっとまとまってどこに飛んでいくのか、ちょっとなんかこううまくまとめようとしたらうまくまとまらないみたいな、なんかちょっと締まりがねなくなっちゃったんですけど。まあ、強さにはいろんな形があるよ、うん、ということですかね。まあ、一つ心の強さにとっても、うん、まあ、何を心が強いと見るのか、はい、まあ、結構多様だったりしますし、うん、強さっていうのが結構広いテーマになってるから、うんうんうん、まあ、たまたまそのいろんなところの側面からちょっと考えてみようかなぐらいのものですね。うん、まあ、そうですね。まあ、まあ体はその鍛えることもまあもちろんできるけれども心って鍛え方よくわかんないですよね。ああ、鍛える。強くなっていくっていうのは、なんでしょうね、結構いろんな角度があって、そのなんか、例えばその私みたいにその言い過ぎちゃうタイプ、その喋り過ぎちゃうタイプの人は、今度はその聞く側のことを受け入れるというか、方がいいと思いますし、逆に全然自分の意見言えずに、例えば、話してても終わっちゃうとかいう人は自分の意見少しでも述べるようにしてみるとかが、例えばまあ一つさっきの話だとあったりはしますし、まあ、いろんなものがあるんじゃないか。まあそれも含めて確かにまあ経験によってまあ強さも積み重なっていくんだろうな。ただまあそうは言ってもこう無理にこうなんでしょうね、合わない環境に身を置こうとすると今度は心自体がこう苦しくなってしまうので、そのあたりはやっぱりバランスも必要なんだろうなと思いますよね。まあ、ちょっとあんまり過度にストレスを与えちゃうと鍛えるどころか壊れてしまうかもしれません、ね。そうですね、まあ、やっぱそこはこうねトレーニングしすぎたら体だってこう怪我をしてしまうかもしれないんで、やっぱそういうのもまあまあつながっているのかななんては思います。ダメです、最初から一番重いなんかダンベル使っちゃダメです危険危険、体が折れちゃいます、うん、ちょっとずつ負荷をかけていくっていうのはまあもしかしたらね、うん、心もね、うんうん、同じかもしれないですね、そういう意味ではね、うん、はい、ということで、まあ、一つ目のテーマ、うん、強さ、なんとですね、はい、今回初めて1テーマで時間ほとんど全部使うという。そうですね、実はもう結構な時間になってきてまして、ちょっとそれも含めて驚きではあるんですが、
なんとなくその初めて見て2テーマを30分で扱うことが多かったんですけども、ね、今回はこれで30分使い切ったと言っても過言ではないですかね。そうですね。あのいや まだ別にラーメンとパン入れてもね。ラーメン意外と行くんじゃないか。まあ確かにあの話し始めるとちょっとそれはそれでそのなんでしょうね、ちょっと空いた時間でちょっと話してみたいなテーマではないかもしれないです。まあまあなのでちょっとまあそうですね、今回はまあ初めてですかね。まあ、1テーマで30分という感じになっておりますが、うん、まあ、ちょっとだけ時間あるんで次のテーマ考えてもいいですか。ああ、そういうことですね。次ですね、まあ、残ったところから次に喋るとすると、そうですね、まあなんか対になったテーマがまだあるんでその辺をまあ触れてもいいかなとは、うん、その例えば和風洋風だったり、うん、まあ主最強さえなんていう言葉もまあまあありますからね、うん、まあ、まあでもちょっとね最初に、まあ、あえて和風洋風をちょっと触れてみてもいいかなとは。次はじゃあそいつで行ってみましょう、はい、ましょうか。じゃあ次回は、ちょっとまあ和風と洋風をまあ軸にまたちょっと話しながら実際には決めていくような感じですかね。もしかしたら5分で終わるかもしれません。意外と今度は短すぎて尺が大変なことにみたいな。我々その台本がないんで、まあそうですね、いつ終わるか分かりませんから。そうですね、はい、一応触れておりますけど本当にこれそのまま喋りながらテーマも決めてますんで、別に打ち合わせして振りでやってるわけじゃないんで、そこはちょっと誤解がないようにしていただければな。だから意外とこのテーマ盛り上がらないのはありえます。喋ってみたらあれおかしいなって。それも含めてこう聞いてみてからのちょっとお楽しみ感がありますかね。はい、ちょっと早いですか。じゃあそうですね、じゃあ、まあ今回はまあテーマ強さということでお話をさせていただきました。はい、はい、ということで改めましてアマタカのチョイスということで、私タカピーとアマトーでした。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。